アーカイブもちろん残しますよ。さあどうなるんだこれは、全くわからんな。参考消し、とりあえず俺は GTR でいきます。 GTR でいくけど、どういうのが強いかっていうのが全くわからん。何しちゃおうかな。よし、これでもあれだね、慣れてないとなんか間違えて消しそうではあるよね。覚悟はよろしくて。さあラフィーナ、ラフィーナ JLJL。 なるほど。え、これ個人戦だよね、チーム戦じゃないよな、個人だよな。頑張っていきましょう。これみんなからしてもね、未知の世界ではあるからね。お、チーム戦やんのか。いや、いいよね、大丈夫だね。3個消しでしょ、3個消しだから GTR はこれ大丈夫なんだ。 GTR は大丈夫で、でここ埋めないとダメだな。埋めて、むずいむずいむずい、わかんないぞこれ、むずすぎる。こうしてこうして、これ暴発とかもいろいろなんかむずすぎるな。ほいほら、でとりあえずこれは消えないから大丈夫。連鎖がむずすぎる。ほい、ゾロが来た時のこれ対処の仕方が相当むずいね。ほい、そう3個消してです、これ。でこうして、どうすりゃいいんだこれ。おい、ほら、どうすればいいのかちょっと分かんないけど、とりあえず成り行きで連鎖組んでいこう。成り行きで連鎖組んでって、赤緑欲しいな、赤緑が非常に欲しい。そっか、これ書き積みは参考消しだから消えはしないのか。おい、ほら、おお、ほい、これ連鎖つながってたよね、俺一応多分だけど。あーむずい、出なかったですね、モコさんね。でもユニさんもこれでかいんじゃない。13連鎖ユニさんが一番でかいな。14 15 10、ん、わかんない、どこまで連鎖つながる。15連鎖か、14連鎖ダブルの15連鎖でかい。モコさんもでかかったな、ついな。8万8000点だから、マージンで帰ったけど、までもユニさんが結局一番でかかったから、うん、うまいっすね。俺が今連鎖発火したとして、どれくらいの連鎖数あったんだろう。そこそこあったような気がするけど。ういー、ほら。こうして、で、こうか。こうで、こう。こうでしょ？ GTR、でも GTR やっぱりあれだな。連鎖数がちょっと少なくなってしまうっていうデメリットはあるな、これな。立ち折りがやっぱ強そう。こうしてこう、とりあえず上に適当に多重にしていくのは相当強い、間違いなく適当に多重折り戦法は相当強いぞ。ほい、ほら、でこうでしょ、こっちよ、ほい、ワクワク、二個消しどっちが難しい、どっちなんだろうね。二個消しもでも相当難しいと思うけど、いい、で打ってきたのか、あれいい、早いな、ほら、スイーパー早い。くそー、間に合わなかった。で、これもユニさんが取ったな、おそらく。マージン関係なくこれユニさんが、うまいですね。緑から青までちゃんと繋がってる。メンサビがうまい。ミニバーが強いでしょ、なるほど。いや、むずいな、これ。アイグマはいらっしゃい。当然の結果ですわ。うん。でも、まあ、割と GTR も普通に、全然いけるっちゃいけるな。いけるっちゃいけるけど、むずいのはむずい。これはでもさすがに結構。ほい。ほら、ユニさんうまいですね、めちゃくちゃね。こうで、こうだな。このやっぱり、鍵積み強い。鍵積み強くて、こっちよ、ほい、ほら、ユニさんもしかして参考中心めっちゃ慣れてる。ユニさん慣れてる説あるか。ほい、ほら、まさか普段からこんな特殊なルールをやっていたのだろうか。これやってみるとね、かなりむずいんですけどね。ほい、
とりあえずつなげておいて、さらにここも GTR にしていこうか。 GTR で折り返して、ほら特大、あーそっか、これ消えるのか。これが消えるとなるとこれ厄介だな。ほい、ほい、うん、分からねえ、むずい、頭がバグる、これ本当に頭が究極にバグるな。おい、ほら一旦消して、おい、超頭がバグるけども頑張っていこう。ほい、おい、ほら、ユニさん発火してきて、あれ繋がってる？繋がってはいないか。いい。これ俺赤から撃てたら結構でかくない？え、どうだこれ？あー紫じゃないのか。ちょっと間に合い。間に合ったけど紫だと繋がってないか。くそ、あでも紫が暴発というか赤も暴発してるのか。むずすぎる。16連鎖、あー分かんねえ、これ頭がバグるな、暴発むずすぎるぞこれ。結構でかいの組めたかなと思ったけどね、全然そんなことはなくガチコリと暴発してたな。おい、ほら、で、こうして、この、これが結構いい感じで終わる。いい、このダーズミね。このダーズミいい感じ。ほい。ほら。あ、これ慣れてないと間違いなくむずいだろうね。ほい。で、こう。ほい。ほら。アドリブでやるっていうのは、かなりの難易度を誇る。ほい。こうすると繋がるのか。こうで、やばい、わかんなくなってきた、だんだんわかんなくなってきた、ここら辺からわかんなくなってくるんだな、だんだん。おい、ほら完全に頭がバグってくるラインだわ。おい、ほら、そっか、紫が暴発してんのか。しかも青ねえじゃん。おでもこれミッケルさん一番でかいんじゃない ?16、17、18、19か、20連鎖惜しい。20連鎖まであと1連鎖だったら20打ちたいね、これね。20の大台乗りたいぞこれ。そう、俺ちょっと20連鎖目指すわ。さあ、ちょっと待てよ、こうだな、こうで、こうで、ここも挟み込んだ方が強いような気がするな、言うても。挟み込んで、こうか、ほい、で、こうして、こう、ほい、ほい、黄色赤青だ、黄色赤青、ほい、これでとりあえず繋がっている。ウィーン、ほら、一旦消して、ほう、ほい、
うーん、暴発するな、これ。これ、そこだとやると暴発する。ほい。こっちよ。ほら。こっちよ。レージュ。グラーム。リシャージ。フーダルティ。シエルアーク。シエルアーク。ダブルミラー。え、これ繋がってる、待てよ。繋がってる、でかいぞこれ。これでかい、これでかいけど、でもミッキーさんもでかいな。どうだろう。あ、18か。俺も18。どうだ、連結4連結あるから帰るんじゃない。帰るけど、ユニさんのあのマージン、オーケー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 、よし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 、むずい、これ頭使う、本当にめっちゃ頭使うわ。俺があれだね、4連結の連鎖があったから帰ったパターンだな。よしよしよし、20連鎖むずいなこれな。あそこでさらに2連鎖伸ばさなきゃいけないのか。めっちゃ頭使うこれ。ういえ、おら、今のは結構いいですね。結構というかかなりいいですね、連鎖的には。ういえ、おら、ようやく打てたぜ。こう、ウィー、ほら、ほら、こう、こい、どうしようこれ、むずいな。こういう形になるとちょっと難しいんだよな。こい、ほら、さすが神、ありがとうございます。とりあえずなんとか打てましたね。で、そっか、こういう形でも多少輪できるのか、面白いな。三国志の面白いところは、こういう謎な形をしていても、紫赤で多少輪できるという面白さ。いい。で、これも、つながるでしょ。はい。で、こうして、さらに挟み込んでいく。で、多重折り。こうして、こう、こう、いい、紫は暴発はするか、これ。紫の暴発はとりあえずはなさそうか。ただこれ、青がやばくて。ほい。そう、ちょっと一旦消さないとダメだな、これ。しょうがない。一旦消しても一応つながってはいるよな。暴発もない。ほい、ちょっとこれ暴発ね、本当に確認しないとめっちゃ暴発するからな。ほい、ほう、赤がちょっと暴発しそうで怖いな、これ。いい、ミッキーさん打ち放っていく。参考にしたからさらに加重できない。ここで幽霊、あ、そっか、これ消えちゃうのか。結構俺でかいけど、モカさんもでかそうだな。12、13、14、18、俺が一番でかい。オッケーオッケー、よしよしよし、18連鎖もぎ取っていった。よし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 、少しだけ慣れていきたい気がする。むずいなこれな、でも暴発してそうで怖すぎる、本当に。おい、これは絶対前傾しとるだろ、これ組みづらさすぎるからな、確かに。よし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 、おい、どこが合ってるのかどこが間違ってるのか分かりにくいよねこれね。おい、ほら、よし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 、だんだんいい感じになってきたな、俺もな。対応していくぜ、このルールに。このルールに勝ちこりと対応していく男。おい。こうしておいて、おい。おら、おら。で、さらに、こうでしょ。これ黄色きすぎだな。いい、雨宮太陽。
ほい。ほい。究極までのこの、ダーズミが強いな。究極までのダーズミをしていく体勢で、一旦ちょっとこれ黄色暴発するから打たないとまずいな。おお、やばい、いろいろやばいことになった。やはりね、プロはね、対応力とかを見せていかないと まずいからね。最初はできなかったとしても、だん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 対応していく。対応力ね。けどこれ結構グダってんだよな俺な。割とこれ今回に関してはグダってる。ほい。他のみんなどうなんだろうな。これ相手の画面ね、これ凝視しても凝視不可能ではあるんで、ユニさんが打ってきた。なるほど、そこで止まってんのか。一応打てるな。これ止まってんの 見えにくいけど。これユニさんセカンド組むのむずそうだな。これルールは3個禁止です。あ、でもしっかりやって、あ、どうだろう。赤があれないな。赤がないから帰っては来ない。これとりあえずでも俺セカンド組もう。これセカンドの連鎖めちゃくちゃむずい。おい、よし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 、よっしゃ。ちょっとね、最初はどうなるかと思ったんですが、しっかりと勝ちをもぎ取っていった。よし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 、このルールまずいかな俺と思ったけどね、まさかこのルールでセット取ると思わなかったな。これが対応力なんだよな。あーし、大逆転勝利だぜ。で、次が多分、ニコ消しになるのかな、おそらくだけど。よし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 。アミミア太陽だわな。